はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずゆこです。それでは今回なんですけども、JQ エポスゴールドカードが届きました。届いたらやるべきこと、まとめということで、今回は JQ エポスゴールドカードについてですね、先日動画でアップした JQ エポスカードのインビデーションが来て、ついにですね、僕の手元に JQ エポスゴールドカードが届いたので、早速そのことについてお伝えしていこうと思います。もしですね、今後 JQ エポスカードに限らず、エポスカードの利用を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょう。ま、本題に入る前にですね、先日こちらの JQ エポスゴールドカードの特別招待、インビテーションが来ましたよという動画アップしてますんで、ぜひさ、こちらをですね、先に見ていただければなと思います。で、早速ですね、つい少し前なんですけども、僕の手元にこちらの封筒が届きました。エポスカードから届きまして、封を開けましたら、こちらのような4枚の、ま、冊子みたいなものが入っておりました。 で、早速ですね、カードも入ってましたんで、開けてみましたら、こちらですね、じゃんということで、JQ エポスカードということで、まあ、前回のね、カードが、 こちらのピンク色のカードだったんですけども、まあ、デザインがガラッと変わったより、本当に色だけが変わったような感じですね。で、エポスカード自体はね、つい最近デザインが変わって、結構可愛らしい感じのカードになってるんですけども、今回の JQ カードに関しては特にデザインの変更はなかったので、特にこうタッチ決済ができるマークとかも入ってないので、とりあえず通常の、ま、ビザカードとして利用することができますよということになっております。まあ、並べてもこんな感じですね。色合い的に可愛いピンク色からゴールドになったという感じですね。ちなみにですね、この JQ エポスゴールドカードの基本 基本情報のおさらいなんですけども、めちゃくちゃ簡単にお伝えすると、年会費は永年無料となってます。ANA 無料の理由としたら、この JQ エポスカードを使って、とある条件をクリアすることによって、無料のインビテーション、招待が来ましたよということで、ANA 無料になります。確か通常は5000円ぐらいかかったような気がします。間違えたらすいません。で、基本の還元率なんですけれども、0.5%還元。これは200円で1ポイントの j r キューポっていうポイントが貯まります。もしエポスゴールドカードの場合は、エポスポイントが貯まります。で、年間で50 50万円を利用することによって2500ポイントがもらえたりとか100万円分トータル使うことによってなんと1万ポイントがもらえたりっていうような特典もあったりとかあと海外旅行障害保険とか他にも特典がですね結構あるんですけどもとりあえずこんな感じということになっております一応ですね僕の iPhone にも登録ができてますんでいつもクイックペンを掲載ができますでここからなんですけどもこの JQ エポスゴールドカードが届いてやるべきことを確認することはということでこれは JQ エポスゴールドに限らずおそらくエポスゴールドカードも同じ こことととををすすると思うんですけどもちちょっとこちらを僕なりにまとめてみまましたまず一つ目なんですけども、こちら、ログインで利用開始の設定ということで、これある程度わかると思うんですが、エポスカードを使ってたらですね、アプリがあるんですけども、それを開こうとしたら、ここにエポスカード受け取り確認のお願いということで、ま、新しく届いたカードの情報をですね、ここに入れていただく必要がございます。僕の場合、ここの有効期限何月何年という風に入力して、これでカードを受け取りましたというところをタップしたらですね、画面が次に行きまして、このいつものエポスカードのマイページに 変わりますで、実際にマイページに入ると若干ちょっと変わってますね。ここがちょっとゴールドになってますね、しっかりと。で、あとちょっと増えてるっぽいです。ここポイントとして確か僕の記憶ではなかった気がするので、このエポスカードを持ってる方はこのエポスのポイント投資ができるっぽいですね。他にもちょっとね、詳しくはちょっと探ってないんですけども、とりあえず届いたらアプリにログインをしていただければ、ちょっと画面が変わっております。 で、続きまして二つ目なんですけども、こちらカード番号が変更されてますんで、固定費などのね、設定されてる方は、番号の変更などしていただく必要があるんですけども、まあ、ご丁寧にですね、カード情報変更の手続きのお願いっていうのは冊子が入っておりまして、実際にこれを開いていただくといろんな情報が出てきます。有効期限カード番号が変更になった方は、カード情報の変更手続きをお願いしますということで、ちょっと小さく出てるんで全部読み上げないんですけども、こんな風にね、ご自身で、例えばね、インターネット料金とか、他にも電気料金、ガスとか水道とか、 そういったものの情報の変更を忘れず行ってくださいということですね。ということで最後3つ目なんですけども、今回こちらがね、結構重要となってくるこの選べるポイントアップショップの設定ということですね。これはね、ほんとエポスゴールドカード、もしくはね、JQ エポスゴールドカード使われる方はね、押さえていただく必要があるんですけども、まあそもそもですね、この選べるポイントアップショップってなじゃやってなると思うんですけども、これちょっと公式ページから引っ張ってきました。まあ前回の動画の時にも簡単に説明はしたんですけども、月々のおお支払いやお気に入りのショップを登録 するだけで最大3倍ということで通常は1ポイント貯まるんですけどショップを登録することによって3ポイントポイントが貯まるということになります最初ショップの中からよく利用するショップを登録するだけでエポスカードご利用時のポイントがなんと最大3倍になりますということですねまあ実際にちょっと数字で表すと分かりやすいと思うんですけどもこれエポスカードの通常の還元率が200円で1ポイントなので還元率で言うと0.5%還元となりますまあクレジットカードでの0.5%還元というのはまあ普通の方かなと思います で、それがですね、今回の選べるポイントアップショップ。まあ、そこで自分がよく使うお店とか、固定費とかで3つ選んでいただくと、200円で3ポイント、ポイントが貯まることになるので、実質の還元率が1.5%還元になるんですよね。これで解除ですよね。で、今お伝えしたようにこれ3つまで選択が可能となっておりまして、登録後3ヶ月間はですね、変更ができませんので、ここはちょっと気をつけないといけないところかなと思います。ですけども、気に入らなかったら3ヶ月で変更できるっていう点も結構嬉しいかなというふうに思います。 ま、実際にですね、この選べるポイントアップショップって何があるのかっていうところなんですけども、 どんな風になるのかっていうね、例も下に出ておりますし、ここに対象ショップ一覧という項目があるので、これをクリックすると、300以上の様々なショップがあるという風に出ております。まあ、ジャンルはね、ほんとたくさんありますね。まあ、いくつかピックアップをすると、例えばスーパーとかの場合は、こんな感じとなってます。よく見るお店であればね、イオンであったりとか、ま、西友とか、で、コンビニだったらセブンイレブンとか、そういったものもあったりしますね。あとは他にも家電量販店とかもありますね、ビッグカメラとか、ヨドバシカメラとか、あと山田電機とか、まあ、ここら辺は ね、よく利用する方であったりとか何か大きなお買い物をするときはこれ結構使うのはでかいかなと思いますお買い物以外にもなんと高級料金とかにも対応してるみたいで僕が住んでるところであればこの九州電力であったりとかまあ、福岡市の水道料金とかまあこういったものも対応してるみたいですねあとなんとですね国民年金も対応してるみたいなんでまあ、僕先日ですねあのペイジーの動画をアップしたと思うんですけどももしあの約20万円をこの JQ エポスゴールドで支払ってた場合は20万円かけることの0 0.015なので3,000ポイントね本当は入ってたということになりますね。 まあ、ですけどもね、僕,僕は、あの、ページが当たってくれれば嬉しいんですけども、やっぱりこの1.5%還元って結構威力でかいですね。まあ、ちなみにですね、ここに登録ショップランキングっていうのがあるんですけども、まあ、実際にね、他の人はどんなものを選んでるのかっていう風に出てるんですが、まあ、スーパーとかコンビニ、ドラッグストアのジャンルであれば、セブンがやっぱ1位っぽいですね。ですけども、まあ、僕の場合は、セブンはあの、三井住友のナンバーレスもカードがあるんで、あれが5%還元なんで、まあ、コンビニは特にね、選ばなくてもいいかなという風に思っております。まあ、イオンも近くにないですし、マツキはもそんなに利用 頻度は高くないので、まあ、ここはちょっととスルーかなと思いますで他にも、ファッションビル、ショッピングセンターとか、丸いララポートとか、まあ、ここら辺とかもね、全然ちょっと使うことはないですね。で、まあ、高級料金に関しては、結構ね、住んでる地域によってバラバラだと思うんですけど、結構ここ、ここは暑いですよね。で、交通、鉄道、飛行機のジャンルであれば、モバイル追加もなんと対象になるので、モバイル追加1.5%還元も結構暑いかなと思います。 でですね、実際に僕がこの選べるポイントアップショップで3つ何を選択したのかというところなんですけども、現在のご登録状況ということで、一つ一つ紹介したいと思うんですが、まず一つ目はこのミクシーというのですね、これご存知ですかね。ミクシーをなんで選んだのかというところなんですけども、 こちら、スマホ決済の 6g っていうアプリ知ってますかねこちらですね、ミクシーが提供するスマホ決済の 6g っていうものになっております。で、この 6g がですね、かなり優秀でして、まあ僕はね、以前あの、ビザラインペイクレジットカードで、この 6g を一部紹介したことがあります。で、それを今回ですね、この JQ エポスゴールドカードを使って、6g にまずチャージをすると。そうすることによって、例えば、Apple Pay を使って、モバイルスイカにチャージをすることができるんで、なので還元率で言うと1.5%還元で、モバイルスイカへチャージすることが できるということになりますでですねまあこれですね僕実際にできるかどうかっていうのはまだわからなかったんですけどもとりあえずちょっと Google で検索してどこか情報ないかなっていう風に調べていきましたらこちらペイノミさんという方ご存知ですかね僕は結構 Twitter でね情報参考にさせていただいている方なんですけども今回選べるポイントアップショップスペース 6g みたいな感じで検索をしてたらこのペイノミさんのブログがですねなんと一番上に出てきましてもうすでにペイノミさんがですねエポスゴールドカードにはなるんですけども今先ほどお伝え したエポスゴールドカードで 6g にチャージをしてそしてモバイルスイカにチャージをしたらちょっとここにも小さく出てるんですけどもミクシーとしてちゃんとポイントが反映されてるっていうことをですねもう実証済みなんですよね結構ね僕自身ちょっとモヤモヤしてたとこではあったのですごく参考になりましたこの参考にさせていただいたペイノミさんのブログに関してはですね概要欄に貼っておきますんで僕よりかなりね詳しく記載していただいてるので見ていただければと思いますなので今お伝えしたことを踏まえた上であればこの交通の中にあるモバイルスイカを選んでいただいても大丈夫 なんですけどももちろん1.5%還元されるんですが先ほどのねペイノミさんの中のブログにも記載があるんですがこのミクシーを選ぶことで 6g を使って他にも使う幅がかなり広がると思うので僕は今回それを踏まえてミクシーを選択させていただきましたえ続きまして2つ目はこちら吸収電力ですねもうこれはね固定費なのでまあ、どちらにしろ払わないといけないものそして利用頻度的にはやっぱこれはね絶対使うものにはなるので毎月ですねなのでとりあえず吸収電力を選択しましてそして最後3つ目に関しては JR 九州ですねこれはもう僕がたまにこう JR の特急とかをですね使う時があるのでまあ、その時にちょっとお得な方法ないかなという風うにいろいろ思ってたんですけどもその時にねこの JQ エポスゴールドカードがあるので この1.5%関係を使って、まあ、特急をね、乗ることができるなっていう風に思います。まあ、ちなみにこの選ぶ基準としたらね、自分が一番どこに、ま、利用頻度が高いのかっていう風に選ぶのが一番いいかなと思いますので、一概にこれがいいとかこれが正解というのはないと思うんで、これはね、ぜひご自身で考えてみても結構面白いかなというふうに思います。ということで本日お伝えしたことをまとめです。JQ エポスゴールドカードが届いたらやることということで、まあ、3つですね、ログインして利用開始の設定を行うということと、カード番号が変更になるので、もし固定費とか設定 されてる方はですねそこはぜひちょっと抑えていただきたいということとそして選べるポイントアップショップの設定ということですね選んだ3つのお店の中が元々0.5%還元が1.5%還元になるのでこれは絶対した方がいいかなというふうに思いますまあそんなこんなで今回はちょっと画質悪いですけども JQ エポスゴールドカードが届いてやるべきこと3つについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたいや本当ねこの僕ゴールドカードが手元からの楽天ゴールドカードがもう現在はちょっと使えない状態なので実質この のカードだけになるんですよねなのであの空港のラウンジとかね今はちょっとねこういった時期なのでなかなか行けないですけども旅行に行った時とかまあそういったタイミングでまたちょっと使おうかなという風に思っておりますでまたねこう生活をする上で先ほどの選べるポイントアップショップとかもいずれどこかのタイミングでまた変更とかもしようかなという風うに思いますので実際にちょっと3ヶ月使ってみてまたそこもね検討しようかなという風うに思います で、今回参考にさせていただいた公式のページと、参考にさせていただいたペイノイさんのブログ、あとツイッタートのリンクも貼っておきますので、こちらも詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました はい、ということで、今日ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、なんと、あの、サイゼリアがですね、全店キャッシュレス決済がご利用可能になりましたということで、発表がありました。いや、ほんとね、サイゼリアといえばね、もうほんと、全国のファミリーレストラン、チェーン店の中でも、唯一と言っていいほど、ほんとずーっと現金決済のイメージがあったんですけども、このね、三井住友カードが提供するオールインワン決済端末、ステラターミナルって言うんですかね。まあ、それが導入されることによって、やっとキャッシュレス決済が 対応すするよううになったということいこですね一応ですね、取り扱うブランドとしてどういったものが使えるのかというと、このね、コンタクトレス決済のリップルマーク。 タッチ決済ですね。他にも、ビザとか、マスターはもちろんなんですけども、電子マネーであれば、来たか、スイカ、パスも、トイか、マナカイコか、スゴか、ニモか、早かけ。まあ、こういったものが使えますよ、という風になっております。ですけども、まあ、僕最近ですね、ちょっとサイゼリア、まあ、何週間、1週間か2週間前ぐらいに、福岡県は確かキャナルシティのサイゼリアだったと思うんですけども、その時にちょっと久しぶりに行ってきまして、ちなみにこの辛ミチキンめちゃくちゃうまいですよね。もうちょっと勢いで3000個ぐらい食える気がします。で、その時にキャナルシティのお会計の際にですね、 おそらくちょっと決済端末がちょっと違ったっていうのもあると思うんですけども、先ほどお伝えしたもの以外でも結構いろんな方法で支払うことができまして、クレジットカードはもちろんですね。 電子マネーであれば、ID とかクイックペイ、あ、間違えた。イッペイも使うことができますし、まあ、交通系の IC はもちろんですけども、QR コードもですね、この店舗では使えるようになっておりました。まあ、おそらくこれはね、場所によってちょっと違うかもしれないんですけども、もうほとんどのペイですね、楽天ペイとか、ペイペイとか、メルペイとか、au ペイとか、まあそういったものも使えたりするんで、まあこれはね、随時対応してくれると個人的にちょっと嬉しいかなというふうに思っております。まあもしね、その対応してくれた時はですね、まあ、コード決済ならではのキャンペーンとかもあれば、個人的にさらに嬉しいかなというふうに 思っておりますということでありがとうございました。